続いてはグループ B、 しっかり者沢亮の勝ちで決まりか。とりあえずこの2人には負けたくはないです。いや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 、舐めてもらっちゃ困ります。さっきのやつは半分以上、おお、マジぐらい、半分ぐらい本当に分かったんで。おーすげえ。この後北田の隠れた才能が爆発する。第1問、サトシ君のお父さんには4人の子供がいる。しんのすけ、りょうすけ、ゆうのすけ、では四男の名前は。それ3人の性格とか関係ありますか？超深読みするやん。お、早っ、すごいね。すごいすごい。人間ってこういうのが分かった時独特の顔するそうですね。幸福物質であるドーパミンがバーってるんで、すごく幸せそうなに行こうって感じ。3人の回答がこちら。ケントはさておき、北田と沢亮は同じ答えだが、いや全く分かんなくて、サトシ君に惹かれたんですよ。で、サとシで考えてみたんですけど全く思い浮かばなかった。いやもうなんかすげえ惜しいとこまで行ってないですよ。めちゃめちゃ惜しいっす。マジで分かんない、分かんない。ズバリ四男の名前は。いや分かんないですね。分からない。さあ北田君。サトシ君。いや四男がサトシ君。顔やめ。つまりサトシ君というのはお父さんの子供の名前なので、しんのすけ、りょうすけ、ゆうのすけで、自分のお父さんのサトシ君。沢亮の顔がうまい。すごい。ドーパミン出たのすごい顔だった。すげえ出てましたよね。お父さんのドーパミンの音が。全員正解。続く2問目は全員正解。3問目はケントと北田が正解。なんと北田ここまでパーフェクト。第4問は IQ110 の問題。ハテナに入るアルファベットはなんだ。さあ沢柳にドーパミン出るか、山田追いつけるか。え、わかんない。わかるわかる。わかりました。すげえ。沢亮はさておき、ここで北田とケントの回答が一致。山田くん五輪、五輪、ケント、沢柳、孫子。ちょっと待って、メンバーおらんやん。ちょっとお前 D 誰？ D 誰よ、 D 誰よ、 D は、息飲むよ。北田くん飲む。木曜日の M。 おい、7つあるじゃないですか、はい、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日、日曜日。正解です。北田決勝進出。勝ったぞ。もうぜひメンサに入ってほしいぐらいの。入ります。ちなみに沢柳君一問正解ですけど。そうですね、まあ、ちょっと体調とかも感じます。最後の残る一枠は誰だ。混戦必至のグループ C。 グループ C 第1問、こちら。い、じ、ひ、せ、はてな、お。ひどい間抜けずらしてますよ。そんな3人の回答はこちら。しかしどれも不正解。正解は数の位を表す頭文字。よって答えは魔。皆さん、わかりましたか？第2問は IQ100 の問題。マッチ棒1本動かして式を成立させよう。これいけますよ。これ、いや、これは分かった。これ、わかりました。これ分かった。IQ100 の問題、同時に見せていただきます。オープン。はい、はい、これはもうね、勝ちよ。うわ、ゴリラ、ゴリラ、すげえ。一本動かしたよね。どこをどこに動かした？この一本をこう横にすることによって、全ての式が成立します。やばいやばい。なんでなんでなんで、7イコール2イコール10って。なんか怖い。だってイコールって同じって意味でしょ。え、それ
これをすることによって同じ意味になる。一緒じゃないじゃないですか。でも天才なんだよ。天才。数字に優劣はねえ。方程式の天才だから。じゃあ、次、タコシ君。これを、こう動かすと、横に整列するんですわ。正解です。ありがとうございます。あー、マジで。ありがとうございます。正解は岡さん正解です。しかしその後、岡がまさかの追い上げを見せ、孫子と岡のサドンデスに突入。問題はこちら。ハテナに入る数字はなんだ。はい。さあ孫子。500です。500。心は効果の値段です。1円玉、5円玉、10円玉、50円玉、100円玉、500円玉。孫子さん正解です。正解。